すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には宝条という人を人とも思わない。やめておくれ。でももし考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。眠れないのか。うん。クラウドも？足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな、ソルジャーの習性だ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。やっぱりおかしいと思ったんだ、クラウドがお花なんて。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな、そのお花もなくなっちゃった。お店も家も全部。またなくなっちゃった。苦しい。ごめん、泣いてもどうにもならないのにね。そんなことない。ありがとう。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。
うすうす分かってたのさ。いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。父ちゃん。マリン。行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でもそれじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？助けてあげて。任せろ。マリンは大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。分かってるよ。エアリスの救出だろ。反死んだグループのアバランチが1番と5番の後、調子に乗って7番マコールまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反死んだなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というか、ただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな、ウータイは。結局魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあ、ティファ。俺たちは反省も後悔も許されない身だ。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと阪神団の火は消さねえ。うん。でも今は前だけじゃなくて周りも見て。みんな怯えてる。だからお願い。お、クラウドさん、麦たちを見ませんでした？日課の見回りに行ったみたいなんです。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？子供たちの特徴は？多分
わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな。あ、はい、そうします。よろしくお願いします。あ、クラウド。ああ、こいつが迷子か。こいつとか迷子とか、いきなり何。ああ、こんなところで何をしてる。一人なのか。それが見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。そしたら笑い声が聞こえて、気がついたらみんな消えてた。これ、この声がしてみんな消えたんだ。来るぞ。みんな。あ、麦。あ、クラウドさんもいる。たく、なんでこんなとこに来たんだよ。ここリーフハウスにいるこの親がたくさん眠ってるんだ。だから様子が気になってさ。そうか。とにかくありがとう。また世話になっちゃったな。俺たちハウスに戻るよ。先生が心配だからね。クラウドさん、これさっき拾ったであります。よかったら使ってくださいです。生意気なガキどもだ。クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。そりゃ大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽。名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。何でも屋さん、いいところにいらっしゃった。どうもどうも。自分、活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ。神羅の宣伝ばっかじゃねえか。まあ、ただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります。実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そう、スラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオを付け狙う5番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです？今度こそ興味ありません？まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では、何でも屋さん。スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね。あんた、懲りてないのか？いえね。前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるなら、それはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ？
盗まれた鍵を取り返したら、財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので、何か分かったら、ちょこっと情報をいただき。おや、何でもや。今日は友達と一緒かい？私はミレイユ。クラウドとは、まあ、行きずりの関係だね。何をしている？多分あんたと同じさ。コルネオの財宝目当てだろ？なんで知ってんだ？私は町の噂が大好物でね、噂を確かめに来たんだけど、財宝はここにはないよ。スラムエンジェルが横取りしたんなら、もう配っちまったんだろう。そうかもね。でも、もう一つ噂があるんだねえ、あんたたち。仮にだよ、もし財宝が手に入ったら何に使う？物資だな。スラムの生活を立て直すためには物が必要だ。財宝ってその金で物資を調達する。スラムエンジェルが鍵を盗んだっていうのは濡れ衣らしいんだよ。詳しいことはキリエから聞くといい。若いのになかなかの情報通だ。しましまの靴下を履いて、サイズの大きな帽子をかぶった子さ。どこにいる？さあね、若い娘を追いかけるのは大変さ。そうだろう？兄貴、ティファ、無事だったんだ。よかった。その呼び方はやめろ。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど、聞いてくれます？言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で、帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。私何もしてませんから、人違いです。キリエだな。誰ですか、キリエって。可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか。驚かさないでよ。思い出したぜ。お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あなた、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私、なんて運がいいの。今シンラに追われてるの。助けて。シンラからも吸ったのか？間違い、手違い、勘違い。シンラの人をかもっちゃって、追いかけ回されてもう最悪。でも取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。何、そんな評判になってるの？私殺されちゃう？それとも一生ビクビクしながら暮らすの？ねえキリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして鍵もちょうだい。いやー、渡したら行っちゃうでしょ。一人になりたくないよ。シンラは何とかする。だから返せ。やったー。シンラの奴らはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから、安全になったら教えてね。チャンピオン、いいところに来た。
実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。なんでお前が。キリエはどうした、あの嘘つきの泥棒娘。こいつが神羅の追ってか。キリエは来ない、俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み争っててもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェル杯。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。どうだった？安心しろ、もう神羅は追ってこない。本当？ああよかった。嫉妬は懲りだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけでそろそろ家に帰らないと。待ちな。あ、おばあちゃん、なんで？たく、心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。孫って…あれ、言ってなかったかい？この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほら、キリエ、鍵を何でも屋に渡しな。はーい。ねえ、その鍵って一体何だったの？うるさいね。自分の尻も拭えないあんたには早い代物さ。おばあちゃん、その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でもしっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。スラムエンジェルを名乗りたければね。ミレイユさんがスラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろう。私も同じだよ。アバランチを名乗ったりスラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。兄貴、兄貴はやっぱ兄貴だ。その呼び方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。行くの？ティファ、止めないでくれ。実は俺、命を狙われててここにはいられないんだ。うん。でもティファがどうしても行かないでって言うなら俺。ジョニー元気でね。え、あ、はい。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。おお、力が湧いてきた。ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃあ兄貴、ティファ元気だ。お姉ちゃん、ベティ、よかった、無事で。うん、マリンは？マリンは大丈夫？おお、元気だぜ。よかった。ねえ、仕事頼んでいい？ジュークボックスのディスクを探してほしいんだ。音楽が鳴ればみんな元気になるかなって。念願だね、ベティ。よし、ディスクを見つけたら持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。この曲なんか落ち着くね。あの、私も近くで聴いていい？この曲、昔好きだったの。もちろん。かっこいい曲。
元気が出て強くなる気がする。おお、これ聞いてたら体が熱くなって逃走本能に火がついたってか。いても立ってもいられなくなって。いいね、あんた分かってんじゃねえか。熱く行けようぜ。この曲知ってる、マリンと踊ってた。なっとらん、全くなっとらん。この曲こそ我が青春の調べ。わしが手本を見せてやろう。見よ、この腰。すごい。よし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。俺たちの戦いは続く。なんてな。おいクラウド、プレートの上に行く方法を知らないか。今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでもコルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。ん、右腕が銃の男。ん、なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を五番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。な、ダメ、それはダメ。戻るぞ。あの時のやっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。へ、コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。おお、君は確かエアリスのボディーガードだろう。エアリスはどうしてる。急ぎで薬草探しを頼みたいんだが、今日は一緒じゃないのか。実は七番街の事故で薬を使い切ってしまってな。まだまだ必要なんだが材料が足りない。必要なものは。あんたが薬の材料を揃えてくれるのか。町のためにぜひ頼む。これが必要な材料と道具だ。おお、薬の材料が揃ったか。ありがとうよ、十分だ。さすがはエアリスが頼る男だな。さあ、あとは俺の仕事だ。あんたらの頑張りは無駄にしない。そうだ、これよかったら使ってくれ。おう、バレット。ワイマン、大丈夫か。自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろと言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか。実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ。頼む、地下のモンスターを倒してくれたか。ありがとう。これで俺たちも動きやすくなる。助かったよ。いろいろ大変だろうけどよ、負けんなよ。ああ、スラムの住民はこんなことでへこたれないさ。そうだ、これ少ないけど受け取ってくれ。
たちか。何の用だ。私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か？教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。なんだこの穴。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった。手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。準備はいいか？じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴。侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻ったやつはいない。いや、いなかったというべきか。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手強いやつが多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でもあんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。ここか。ああ、プレートの上へ行く方法は中だ。最後まで付き合えって。悪いね。だがあんたたちには。あ、あいつ、おい。え？大事なものなんだ。ここの鍵が入ってる。あ、追うぞ。返してくれ。それ返してくれ。鍵じゃねえのか。すまない。お前のもんじゃねえよな。身内の形見か。家族はいない。夢を見てたんだよ私たち。花言葉。うん、私のことは忘れて。
半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけど。あなたの目的って復讐だ。今更だってことは分かってる。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちは上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。気に入ったぜ。レズリーです。コルネオさんに報告があって来ました。ほひ、ひどいか。はい。ほひ、アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろう。すいません、そのことで報告が。喋りすぎて神羅に睨まれちまったんだよ。プレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずが、あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、神羅はミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドンになるはずが、今はお尋ね者を。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している時。正解。本当にそうか。ほい、お前ら七番街の件、詳しく聞かせてもらおうが。ああ、ふざけてんのか。ほひ、残念。でもふざけてないんだな、これが。それじゃあ、ブスちゃん、やろ。まずはこいつを黙らせる。大丈夫か。コルネオは。すまねえ、逃がしちまった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。探すのはコルネオでいいの？え？大事な人なんでしょ？いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。
花言葉、どういう意味だったんだろうな。再会だよ。え？花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。あった、地上に出よう。上へ行く方法を教える。できるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば7番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。行くか。うん。おや、あんたたち。スラムエンジェルからだ。7番街のために使って。だってスラムエンジェルって、あのスラムエンジェルかい？あんたたち会ったのかい？いや、人づてに受け取った。へえ、スラムエンジェルがね、ありがたいね。うん、大事に使わせてもらうよ。そうだ、これあげるよ。あんたたち使うだろ。高えな。嬉しいか。おい、頼もしい限りだ。うん、エアリス待ってるよ。かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。